兵庫県などは今日、幼稚園などを運営する伊丹市の学校法人が補助金などおよそ5億円を課題に受給していたと発表しました法人側はすでに加算金を含め全額返還したということです兵庫県と伊丹市によりますと補助金などを課題に受給していたのは伊丹市の学校法人西伊丹学園です西伊丹学園は 同じ敷地内で認定こども園と幼稚園を運営していますが実際はこども園と幼稚園を同じクラスにし同じ教員が保育を行っていたにもかかわらず施設ごとに教員を配置していると申請し2015年度から7年間で人件費など合わせておよそ5億円を過大に受給していたということです。 一昨年し12月、県のホットラインに匿名の通報が寄せられたことから発覚し西伊丹学園は県などに対し人件費を課題に受給していたという認識はなかったなどと説明しているということです西伊丹学園はすでに加算金などを含めたおよそ6億2000万円を全額返還したということで県と市は虚偽や隠蔽がないことなどから 行政処分は行わないとしています。